はい、皆さんこんにちは。今日もパイキングタイクーンやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回第4駐車場の方を作りました。そしてその終わった後にですね、一応周りの塀は全部レベル3にしてあります。それと第2駐車場の屋根だけレベル2だったので、そちらの方もレベル3に変更しておきました。そしてですね、12月の21日かな、アップデートが来まして、地下駐車場が作れるようになったみたいですね。ただ自分はまだそこまで行けませんので、まあ今日はのんびりと、作っていきましょうか。ということで、まずは、これセカンドフロアも行ってない感じですね。まず第4駐車場の道をアスファルトに、コンクリートにしてアスファルトにしましょう。で、サイドウォーク、人が通るところも、こちらに変更を。で、オフィスもレベル3にしないとダメなのかな。これでセカンドフロア出ましたね。ということで、こちら、オフィスまず変わったのちょっと見ていきましょうか。倉庫の方は、まあ、あんまり変わって、扉が変わったって感じはないと。重さの方が150キロまで持てるようになりましたね。なるほど。で、こちらの方が、自分の専用の部屋が出た。時計は狂ってるな。9時59分から動きませんね。なんだろう、9時59分って。そして外行きましょう。歩くところが変わった。いますね。OKOK。そして第4駐車場の方も、全部アスファルトになってる感じなのかな。はい、なってますね。おそらくここがアスファルトになってるという感じでしょう。奥もアスファルトですね。いやー、もう綺麗な駐車場になりましたので、まあこれで OK ですね。よしよしよし。さあ、これは何なんだろうな。この工事現場みたいなやつがよくわかりませんが、まあ、これもそのうちわかるかな。はい。ということで、続いて、セカンドフロアですね。今日は、まあメインでは、セカンドフロアにしていきたいので、セカンドフロアにする、まずお金の方を貯めましょうかね。現在2万なので、どれぐらいかな ?1 日ぐらい待てば、まあ夜ぐらいには溜まるかもしれませんが、まあ夜ちょっと暗いので、明日の朝かな、夕方までに溜まれば、危ない。夕方までに溜まれば、まあ夕方ちょっと改装するような感じにしましょうか。さあ、ちょっと夜が明けてきましたね。まだ若干暗いかなというところですが、まあお金の方は溜まりましたので、2階フロアを作っていきたいと思います。それとですね、一応何台分増えるのかわかりませんので、インクの方を、倉庫が180キロまで入るんですけど、そちら180キロ、フルで買ってみました。ちょっと余ったらまた売ればいいかなと。もしくは地下中でまた使えるのかなと思いますので、少し多めに買ってあります。ではですね、2階フロア入れていきましょうか。ドン。ベースメント4万5000。めちゃくちゃかかるな。その前に、おー、すごいね。2階ちょっと見ていきましょうか。さあ、階段登って、まあ、ここは歩行者だけってことですよね。やばいな。これ4台分。第4駐車場分までだから、何個いけるんだろう。ここで1、2、3、4、5、6、7、8、8台分ですね。で、ここでまた8台分か。2、3、4、5、6、7、8と16台分これでいけましたね。あと何個持ってんだろう。そういうことか。結構、よし、これでおしまいということで、ここだけで16、で、32の、ここで48の8台か。48の8台で56台分ですね。増えたということみたいです。あ、そっか。70何個ちょっとペイント買ってしまいましたが、まあいいでしょう。
なるほど。ということで、とりあえず全部ペンキの方はありますので、ペンキ入れていきましょうか。いや、問題はこれ、さばききれるのかな？とりあえずこちらも持つ16台分ですね。あ、それとですね、ここに行った、あ、まだいるね。この人何時まで仕事なんだろう。ここの人が全くもう無意味なので、一応雇わないような感じでエンプロイのところはしてあります。もう自動で OK みたいですからね。アクティブになってますが、多分、10時まで働いたらもう来ないという感じになりますね。ひょっとしたら今後なんか掃除とかも、なんか、フェンス叩く音がしたけど気のせいか？いるな。あいつなんかいるな。いましたね。よいしょと。今後ひょっとしたら掃除する人とかもなんかロボットとか、ロボット掃除機とかになって、バイト雇わなくて良くなったりするかもしれませんね。ということで、まだ10ドルか、そっと10ドルしかもらえないのか、少ないな。とりあえず、まあいや、台数稼ぐために、とりあえずこちらの方をどんどん引いていきましょうか。よいしょ。さあ、どれでいけるかな。まず16台分はいける。お、レベル8になったぞ。さあ、アップした。よいしょ、なくなったということで。その他もいろいろと入れていかないといけないのは、車止めとかも必要ですよね。買わないといけないもの、めちゃくちゃ多いな。さあ、ガンガン来ますね。ただ、自分としては下の方が単価が高いので、下から埋めてほしいところですね。一応じゃあ買っておきましょうか。54台分かな？ショップでこいつを買っておきましょう。これ何個入れれるかな？ 2 キロか。結構かかりますね。今、ペンキを持ってくればよかったかな。とりあえず40個買っておきましょう。で、ペンキの方がまだ必要。よいしょ。これで48台分か。よしよし。とりあえず、あっちにも一応階段はあるんだな。あっちからちょっと登っていきましょう。これどこ、例えば車はどこから登ってくるんだろう。おお、ちゃんとゴミ捨ての人が上の方まで回ってる。おお、すごいね。で、あっちの方からなのね。ということで、まずは白線を引こう。よいしょ。さあ、ここ引いて、まあ、1時間10ドルだけど、ないよりかはマシですので、たくさん入れましょうかね。よいしょと。さあ、これで OK。あと何台分？ 1、2、3、4、5、6、7台分ですね。よしよし、7台分のプレイを持っていきましょうか。デリバリーも来てるので、7台分プラス、白線プラス車止めの方もちょっと買いましょう。やばい、ゴミが130とかになってるけど、めちゃくちゃ捨てられてるよ。わ、ホットドッグがやばい。もうこの地面と、なんかもう虫みたいに見えてきましたね。よしよしよし、まあいいや、とりあえずあと7台分。あ、ちょっとペンキ買いすぎたな、本当に。7台分を持つと。で、デリバリーを入れてあげる。よいしょ。これで OK。閉めていきましょうか。よいしょ。さあ、そしてあとはこいつを持てるだけ持っていきましょう。こんだけですね。11台分。まだ足りないんだよな。まあいいや、とりあえず。ホットドッグ掃除がめちゃくちゃ大変だぞ。頑張ってくれ。さあ、ホットドッグを掃除しても、あ、もうホットドッグの在庫もあれかな。入れていかないとそろそろなくなりそうだな。よしよしよし。こんなにいっぱい車止めれたらめちゃくちゃ儲かる気がするな。とりあえずこいつで全部線を引いていきましょうか。よいしょ。さあ、これで OK ですね。で、続いて車止めの方を11個か。入れていきます。よいしょ。さあ、もっと持ってこないといけないね。さあ、これで OK。で、現在12ドルですね。時間帯あたり12ドルもらえますので、まあ、ここからどんどん増やしていきましょう。これ、さっきレベル8に上がったと思ったけど、
もう一個すぐに上がりそうですね。わ、そして何の行列これ。めちゃくちゃ行列来てますね。で、これで続いては、何個持ってるんだ ?20 個か。20個持っていきましょう。合計40個買ったので、いくつだ?あとは、17、8個買えば OK ですかね。17、8個を買っていこう。18かな?わからないけど、まあいいや、あとは屋根ですね。お金は3万あるので、持てるだけ持とう。よし、これで OK。発注しておきましょう。まあ、その間に車止めの方を装着していきましょうか。よしよしよし。これはすごい儲かるな。さあ、こっちからつけていきましょう、今度は。まあ、全部つけるんで、まあ、どこからつけてもいいんですけどね。あ、つけれない。あ、つけれる、つかれと、なんだろ、これは。つけれる、つけれないがあるのかな。え、ここは?ここは?え、これは、あ、線引き忘れてる?線引き忘れてる感じですかね。やばい、線を引き忘れた。もう一個ペンキ取ってこないといけないな。さあ、とりあえず、つけていく。で、まだある。よいしょ。さあ、ちょっとペンキ、と一緒に取ってきましょうか。ペンキ1台分ちょっと引き忘れてましたね。あとは大丈夫。あ、そしてデリバリーが来たと。よいしょ、落ちてしまうな。あ、やばい、渋滞が発生してる。ただこれはもう人関係なしだからどうすることもできませんね。よいしょ、入れてあげる。持つのはペンキを1つと、あとはこいつを9つ。よいしょ。で、まだ持てるだけ車止めを持っていかないといけないんですね。車止めを持っていくと。OK。さあ、では、これをちょっと取り付け、もう一回行きましょうか。やばいな、全然。朝からかかってるのに、もう夕方だ。お金の方はめちゃくちゃ入ってますね。使っても使ってもまだ入ってる感じだ。よいしょ、ここが抜けていた。よいしょ。さあ、これで OK。で、プレイスですね。これつけていきましょう。あー、やばい。誰か来てる。誰か壁をぶん殴ってるぞ。気をつけろ。ちょっとこれ壊れる前にちゃんとガードマンいけるかな。よいしょ。音は消えたかな?音は消えたので大丈夫ですかね。あれ?ちょっと全然足りないや。あと1、2。あ、ダメだ。まだだ。3、4、5、6、7。7個足りないな。ということで、7個まだ足りませんでした。そして、ちょっと早いところ。どこにいる?どこにいる?どこにいる?むちゃくちゃ上から降ってきたけど、なんとか追い返しましたね。時間は18時回ったので、暗くなりますが、まあ夜の間に少し屋根もちょっとつけておきましょうか。さあ、朝になってしまいましたが、まだ屋根の方は全部ついていませんね。一生懸命今つけてる最中なんですけど、まだ全部変えていません。お金の方は入ってきたものは全て屋根に使ってますけど、あと1列ぐらいかな。がまだ購入できてないのと設置ができてないですね。とりあえずこちらできるだけ設置はしていきましょうか。4つと、あと、倉庫に2個はあるので、よいしょと、あと6個、あと2個あるので4つか。4つ買えればまあいいでしょう。全部揃う感じですね。あとはこちらの方に少し飾りを置いていかないといけないと。飾りは1個で2個分のやついけるのかな?結構楽かもしれませんね。よし、とりあえず何個買えるだろう、屋根。1個が、あ、なんかいるな。どこだろう。警備の人本当に足りてないんだけどな。え、これ今スルーしたよね、これ。警備の人ここから来たのに。え、そうなの?ちょっと警備の人やばいな。さあ、もうこれ料金の方は自動改札ありますので、本当にもうバイト君全く立ってなくても大丈夫ですね。え、この行列何?この行列は何かよくわかりませんが、
行列ができていますね。ということで、あと4つか。少し4つと、そろそろホットドッグとかもないのかな？これが1500円、6000かかる。4つでいいんだ。そして食べ物関係ですね。ホットドッグがないのかな？これが1個100なので、まあ4つ買っても、5つ買っても問題なしか。これも4つ買っておきましょう。こんな感じで注文しておきましょうかね。もうほぼお金ありません。どうだろう。あ、ホットドッグなくなってるね。なくなってるわ、ホットドッグ。残念。そしたら、こちらに、屋根をつけて、とりあえずは、OK ですね。今、駐車料金は22か。さほど高くはないな。2つつけて、あと4つですね。OK。さあ、お金の方はなくなりましたが、まあ、一晩待てばかなりの量、お金これで入ってくるんではないかと思いますが、下に比べてほんと半額ぐらいになってますね。うん、なんとか頑張りましょう。まだデリバリー来ていませんので、まあ、とりあえず設置しておきましょうか。さあ、では最後の4つつけていきましょうか。1、2、3、4つと。はい、これで上の方は全部屋根もつけましたね。あとはまあ花壇のプランターを置いていくだけですが、めちゃくちゃ台数増えたね。続いて、まあ、ちょっとずつですね、まあデコレーションの方は今後増やしていこうかなという感じですね。自販機の方とか、ホットドッグ屋さんもちょっと補充はしました。ホットドッグ屋さんちょっと上にも置きましょうか。ではですね、上の人もちょっと食べやすいように、このちょっと無気力なホットドッグ屋さんですね。一生懸命一応作ってはいるの。なんか麻雀牌乗せてるような感じの手つきですけど。あ、なんか今ケチャップ絞ってるのかな。お、あっちあっちみたいな感じなのかな。まあよくわかりません。ホットドッグでそういうポーズがあるのかわかりませんが。このやる気がない、ちょっとやる気がない店員さんと同じ、ホットドッグ場を上の方にも置いてみましょう。ちょっと置けるのかはわかりませんね。多分置ける。大丈夫。OK。あ、置けない。置けないのか。2台は置けないのか。そうなのか。残念。買ってしまったのにな。2台、あ、置ける。上に置けないのかな。そういう感じなのか。さあ、ちょっと2台できたら、こちらの、2階にも置きたかったんですけど、ダメみたいですね。ああ、残念だな。うん、仕方がない。ここも置けないですね。ということで、2台置く計画はちょっと失敗してしまいました。仕方がないので、ここのゴミ箱の横にでも置いとくか。どっちが前だろう。こちらの方が前になるのかな？手前側に絞るやつとか来る感じですよね。ということで、こうが正しい感じでしょう。どうしようかな。ゴミ箱、ここに、まあ、お客さん来ないだろうな、ここ。まあ、ああ、やばい、同じ人だ。やる気のない同じ人が来てしまった。まあ、まあ、いいや、ちょっとここに置いておきましょうか。まあ、特に経費は いるからといって、わかりませんので、まあ、これで OK でしょう。はい、ということで、今日はなんとか2階の方の駐車場を作って、まあ、2階の駐車場もしっかりと、装備は整えましたので、また次回ですね、この続きやっていきましょう。次は地下行けますかね。地下の方の駐車場できたら行きたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。